新アメリカ聖書改訂版は20年以上を経て出版された新アメリカ聖書の主な最新改訂版である。カトリックの翻訳として新アメリカ聖書はキリスト教協議法師団体の資金援助によって1970年に完全な形で出版された。新薬聖書の改訂作業を13人の翻訳家と5人の編集者による作業は1978年に 始まり、1986年に終了した。旧約聖書の改訂作業は1991年に紙編から始められ、30人の翻訳家と6人の編集者によって完成した。旧約聖書の残りの本の改訂は40人の翻訳家と8人の編集者によって1994年に始められた。紙編は2009年から2010年の間に、 別の7人の翻訳家と2人の編集者によって再改訂された。旧約聖書の完全な改訂は2010年にアメリカ合衆国カトリック司教協議会によって公式に全員された。新約聖書の1986年版と新しく改訂された旧約聖書は新アメリカ聖書改訂版として2011年3月9日に同時に発売された。 新約聖書の出典の大部分は、連合聖書協会第3版と、ネストレ・アーラント第26版によっている。詳細は次の通り、旧約聖書の主な出典は新アメリカ聖書の、特に、ビブリア・ヘブライカ・シュトゥットガル天使や、70人、約聖書と司会文書の方法から来ている。市内写本のような他の出典の詳細は次の通り、報道向けの声明で、 アメリカ合衆国カトリック主教協議会は、旧約聖書を改定する必要性について3つの理由を挙げた。第一に、新しい翻訳は、聖書研究における現代の学術的進展を役立たせ、そして、同時代の英語に近づけより正確な翻訳にするために、言語の変化を適用させることを目指す。第二に、新しい翻訳は、 歴史的なテクストの伝統に接近するのにより良い司会文書のような最近発見された古代の写本の優位性を活用する。第三に新しい翻訳はそれ以前の翻訳よりもより文字通りの正確な翻訳をするために最良の写本翻訳の伝統を使っている。報道向けの声明は新アメリカ聖書会定番が多くの方法で従来の新アメリカ聖書よりも さらに文字通りの翻訳になるだろうと主張する。特に紙編には元のヘブライ語の具体的な習字的表現を保ち簡単に歌いもしくは暗唱するためにスムーズでリズムの良い翻訳を提供するために特別な注意が向けられた。1990年の8月にはカトリック聖書協会が新アメリカ聖書の旧約聖書の改定を流すと決断した。1994年には アメリカ合衆国カトリック主教協議会がその決断と改定を支持する運営と編集委員会の設置に同意した。旧約聖書の大部分のための編集委員会は8人の編集者と40人の翻訳家で構成されていた。2002年には旧約聖書が完成し、それがカトリックの翻訳として適切であるか否かを判断するために聖書翻訳省委員会に送られた。 2008年9月には、旧約聖書最後の末期、エレミア書が省委員会によって承認された。2008年11月に、旧約聖書がアメリカ合衆国カトリック史教協議会によって、是認された。しかしながら、彼らは1991版の紙幣とともに、出版することを認めなかった。新アメリカ聖書の紙幣の最終的改定は、 聖書の翻訳文とリトルギアムアウテンティカム等より厳しく一致させるために省委員会によって厳密に調べられる提案を使って行われた。紙編は新アメリカ聖書改定版の発表の原因となった改定作業をしている間に旧約聖書の中で最も物議を醸す一冊だった。その論争はアメリカ合衆国において カトリック教会の公式典礼で新アメリカ聖書本文使用の採用に関連がある。最初の1991年版の改訂版紙幣は広範囲にわたって正中立的言語を使っていたという理由でバチカンの典礼筆跡書によって典礼での使用を拒否された。例、ブレスド・ザ・マン・ヘブライ語の直訳は1991年の改訂でハッピー・ゾーズに変更された。 この特有の言い回しは2010年の詩編でブレスド・ザ・マンに戻された。詩編の現在の典礼テクストは2000年にローマ・カトリックの典礼で使用するために聖座の特任委員会やアメリカ合衆国カトリック、司教協議会の監督のもとで改められた。バチカンの特任委員会はいくつかの箇所で、例えば和者が性別不明の誰かに言及する場合性。 中立的言語を使用することを認めたが、神やキリストに関する変更は全て拒絶した。新アメリカ聖書改定版で見つかる、新しく改定された紙幣は、リトゥルギアムアウテンティカムや、天礼秘跡賞によって発布された文書の方針に従っている。紙幣の新しい翻訳全体を通じて、性中立的言語の使用は限定され本来の、 ヘブライ語と結合して使われた適切な性別を限定した代名詞を使っている。新アメリカ聖書改訂版で見つかるより重要な変化の一つは本来意図された意味とはかなり異なる。現代の外遊言語を運ぶ単語や言い回しを転換することである。例えばセリアルはグレーンに、ブーティーはプランダーに変えられた。具体例同様にホロコーストは バーンとオフェリングに変更された。ホロコーストという言葉は現代英語ではほとんど第二次世界大戦中の実行されたユダヤ人大虐殺のみを指し示すようになった。聖書での意味を捉えるために神に捧げられる犠牲に言及する際に本文を通して大虐殺に変えるために翻訳者はバーンとオフェリングという表現を選んだ。一般的に性中立的言語とは 特に例えば、ヒー、ヒム、メン、マンといった、総称の男性型を避けることによって特に女性を含むことが公式化された言語である。男性を示す代名詞は、時事北米英語では、一方の性に限定されると受け止められるので、新アメリカ聖書改定版は、人間に言及する際には全て性中立的な単語を使って翻訳している。 扱いにくい言い回しを作成する場合を除き、性中立的言語は規則である。新アメリカ聖書改定版の発売を待っている、さらに保守的なカトリック教徒の間で最も強く、心配されていた事柄の一つは、聖書が、書意、水平の性中立的言語で訳されるか、それとも、垂直の性中立的言語に訳されるかのどちらになるかだった。現代の天例や、 聖書の学者は水平の性別に触れない言語、人間同士の関係に言及する。それらの単語や言い回しと垂直な性別に触れない言語、人間と神との関係を意味する言語とを区別をする。一部のプロテスタント教徒とカトリック教徒は、正中立的な編集方針は一切容認できないと気がついた。バチカンの聖書翻訳の規制は、 現代の敏感さで進行中の修正または改善なしで聖書翻訳は神の言葉を本来の人間の言語に忠実に反映すべしと含んでおり世間の感情に配慮して翻訳することを指示していない聖書翻訳に関連して水平的な性中立的言語は片方の性別に偏る代名詞や単語例えば万とか満開インドを性中立的代名詞に 例えば、非の代わりに、文法的に論争の的となる単数の税か、もしくは有を用いて訳している。他の例は、面の代わりにピープルを、ブレズレンの代わりにブラザーズシスターズを、用いている。したがって、聖書の特定の一節は、男性と女性とを同等に扱うというより、その教えを男性のみに限定していると思い込ませる、ことを避けるために、 性中立的言語に関係するのかもしれない。アメリカ合衆国カトリック市教協議会が行った非公式記者会見によると、新アメリカ聖書改訂版は、テクスト本来の意味を反映している。本来の素材の大半は、特に物語文学の部分では、片方の性別に偏っており、そのまま残してあるとのことである。現代の性別に関する敏感さを考慮。 水平的な性中立的言語が一般的に理解可能な適合であると見られるのに、反して垂直的な性中立的言語はいかなるキリスト教の神を指し示す。代名詞や指示対象物であろうと、伝統とキリスト教の目視との断絶であると考えられている。カトリックの共同権は三位一体の三位格、父、子、あるいは精霊を指し示す。 いかなる性中立的言語は容認できないと明確にしている。カトリックの教えによると、特にイエス・キリストが男性として受肉に関する教えを考慮して、神は常に男性的存在として書かれたり言われたりしなければならないとされている。アメリカ合衆国カトリック主教協議会は、非公式記者会見で、新アメリカ聖書会定番では、神に関するすべての言及は、 伝統的な男性代名詞の使用を保っていると表明した。2011年1月にはアメリカ合衆国カトリック主教協議会が新アメリカ聖書の第4版が同年3月9日に発売されると発表した。ニュー、アメリカンバイブル、リバイズドエディション、あるいはネイバーとして知られていたが、新アメリカ聖書第4版は新しく改定された。 旧約聖書や改訂された紙幣、そして1986年の第2版からの新約聖書を含んでいる。新アメリカ聖書改訂版がリトゥルギアム・アウテンティカムの方針に従うことに対し、新アメリカ聖書の改訂を提供する間に、アメリカ合衆国において聖書日課で新アメリカ聖書改訂版を使用するという計画は一切発表されなかった。 アメリカ合衆国カトリック主教協議会は、ミザは新アメリカ聖書翻訳の以前の改定から取られた聖書日課を今後も使い続ける承認は私的な使用と学習のためであると表明した。二0 1 1年三月九日の新アメリカ聖書改定版発売記者会見の中で、ウェブ上の雑誌や出版物の様々な記事と同様に地方のニュース局、ナショナルパブリック、 ラジオと NBC 全米のニュース番組でインタビューが放送された。ありがとうございます。